風の谷のナウシカは1984年に公開されたトップクラフト制作の日本のアニメーション映画。宮崎駿監督の長編アニメーション映画第2作。1982年にアニメージュに連載していた宮崎の同名漫画を原作とする。原作の単行本前7巻から見ると、序盤に当たる2巻目の途中まで連載された時点での作品で、 内容も2巻66ページまでの映像化。映画公開後に連載を再開した漫画とは内容が異なる。アニメージを発行する特馬書店と広告代理店の白報堂による制作委員会方式で映画化され、宮崎自身が監督、脚本を手掛けた。高畑勲、鈴木敏夫、久石城ら、後のスタジオジブリ作品を支えるスタッフが顔を揃えている。 かつて映画を誇った地球の人類は星にまで行っていたとされる高度な文明を築き上げた。しかし、今より千年前の火の7日間と呼ばれる最終戦争により巨大産業文明は崩壊し、サビとセラミック片に覆われた荒れた大地に不快と呼ばれる長期を発する巨大な菌類の森に世界は覆われていた。わずかに生き残った人類は、 不快が放つ猛毒とそこに住む巨大な虫たちに、脅かされ、衰退の一途をたどっていた。辺境にある風の谷は海から吹く風によって、森の毒から守られ、民はつつましやかに、濃厚生活を送っていた。ある日、族長、ジルの娘であるナウシカは、飛行グメベに乗り不快の森を散策していたところ、虫封じの銃声の音を聞く。 誰かが虫に襲われていると察したナウシカは、その人が、深いの奥に逃げようとしているのを、遠くの深いの入り口付近から見て、のろし団で合図を送り逃げ道を教え、深いの外に出ても虫が人の後を追うのを止めなかったため、後段と虫笛を使って、大虫の怒りを沈め、一人の男を救う。その男は、深いの謎を解くため、旅を続けていた、ナウシカの死、ユーパだった。 ユッパは、ナウシカが谷の民や城の守りにつく白子たちから、深く敬愛され、人々から恐れられている不快の虫とも心を、通わせる優しい少女に成長していたことに、驚きつつも、互いの久々の再会を喜ぶ。風の谷に帰還したユパとナウシカはその夜、大葉場から、そのもの、青き衣をまといて、金色の野に降り立つべし、失われし、 大地との絆を結びついに人々を青き成城の地に導かん。という、風の谷の古い言い伝えを聞く。夜明け近く、嵐が強まる頃、突如高温とともに、大国トルメキアの大型輸送船が城の真上に出現。輸送船は虫に襲われて、制御を失い、不時着を試みるも崖に突っ込み風の谷に墜落する。ナウシカは燃える、輸送船から、 ベジテ氏の王女ラステルと名乗る少女を救い出すが、少女は、積荷を燃やしてと言い残し鍛える。輸送船の積荷には、千年前に世界を焼き尽くしたという巨大人型兵器、巨神兵の灰が積まれていた。トルメキア軍司令官である王塾シ者ナは、巨神兵で不快を焼き払うことを目論んでおり、輸送船が撃墜されたとみて、風の谷へ進行する。その過程で、 ジルを銃殺し、怒りに、我を忘れたナウシカと部下たちとの間で乱闘騒ぎが起こる。ユッパの介入で騒ぎは沈められたものの、相手に逆らう余地はなく、本国へ運ぶつもりだった巨神兵の輸送を諦めて、未完成の巨神兵を風の谷で完成させる方針が固まったことにより、谷はクシャナの支配下に置かれることとなる。捕虜となったナウシカは、 トルメキアの輸送機でペジテシへ護送される途中突然現れた戦闘機ガンシップの攻撃により大きな損害を受ける輸送機や護衛のコルベットが応戦するが次々と撃墜されていき護衛機がガンシップを撃墜するもののナウシカらが乗る輸送機も被弾し落下するナウシカは輸送機に積まれていた風の谷の戦闘機でクシャナと共に脱出し 不快に不時着する。ナウシカは、大虫から、無言のうちにガンシップの操縦士の少年が生きて、不快をさまよっていることを知らされ、虫たちの群れを追って、少年を救出するため、風の谷の別の航空機で人質として同行していた、白子たちに、一時間後に戻らなければ、谷に帰れと言い残して単身名部でその場を離れる。ナウシカは墜落後に、 チム虫と羽虫から逃げ回っていた少年を住んでのところで救い出すが、羽虫の体当たりを受けて、メイベの体勢を崩し地面に落下し彼女は気絶して、少年と共に流砂に巻き込まれ深いの奥底に落ちてしまう。過去に幼い彼女が大虫の妖精と遊んでいたが、彼女の前で大人たちが妖精を捕まえ、彼女の見ていないところで殺してしまったらしいことを夢で見て、 その夢から覚めたナウシカは、不快の底に広がる正常な空間の水と砂が、城の地下で自分が不快植物を育てるのに使っていた井戸水と井戸の、底の砂と同じであることから、不快が毒素に満ちた大地を浄化するために存在しているという、確信を抱く。そして先ほど助けた少年、ペジテのアスベルと再会し、彼が輸送船の墜落事故で死去した。 少女ラステルの兄だったことを知る。一路アスベルの故郷であるペジテシへ向かった二人で、あったが、町は大量の虫の死害に覆われ破壊され尽くしていた。トルメキア軍と虫との激戦の後や、アスベルが以前から聞いていたトルメキアを追い払う、計画から二人は、ペジテシに残留していたトルメキア軍を打倒するため、ペジテの富が虫を利用して、町ごと襲わせていたことを悟る。 愕然とし行き通るアスベルをよそに、トルメキアに奪われた、巨神兵の灰のありかが、風の谷にあることを突き止めたペジテ市長は、報復として、大虫の群れを誘導して、風の谷へ侵攻させ、トルメキア軍を全滅させる計画を立てていた。ナウシカは、その非道な作戦に行き通り、計画を中止するよう訴える。しかし、訴えは、聞き入れられず、谷へ知らせに戻ろうとしたナウシカは、 ペジテの民が乗る、貨物艇、ブリックに監禁されてしまう。その頃風の谷では、トルメキアの船と共に谷に運び込まれ残留した、奉仕が正気を吐き始めるという一大事が起きていた。谷を守るために森を焼け払わざるを得なくなったことで、谷の民の怒りが、頂点に達し暴動が発生する。住民たちは谷にも、山の湖にも近い砂漠にある宇宙船の残骸の、 中に立てこもり、硬着状態が続く。ナウシカはブリックに乗船していたラステルの母の計らいと協力により、ペジテの少女と身代わりで入れ替わることで監禁部屋を脱出する。しかし、そこにトルメキアの航空機、コルベットが吸収し、たちまちブリックの船内は制圧されていく。船からの脱出をためらうナウシカだったが、アスベルによって、名ベごと空中へ押し出され、 迷いを振り切るように谷へと向かう。それに気づいたコルベットがブリックから離脱して襲いかかるが、白王子のミトが乗ったガンシップが駆けつけ、コルベットを粉砕する。そして、ブリックに飛び移ったユーパによってブリーク内部の騒乱は自圧される。ミトと共に全速力で谷に駆けつけんとするナウシカは怒り狂って谷へと進撃する大虫の群れと、 大虫を谷へ導くために、大虫の妖精を吊り下げて飛ぶページでの飛行ガメを発見する。非道なやり口に行き通りつつ、ナウシカは、恩敏に事態を収束するため、大虫の妖精を群れに返すことを試みるべく、一人目べに乗り移って飛行ガメへと接近する。飛行ガメのパイロットたちに話を聞く、よう説得するが、ナウシカを敵と思い込んだ彼らは必要な銃撃を、 繰り返すばかりだった。ナウシカは、名部の上に尿立ちになり、身を捨てて飛行ガメに飛び込み、山の湖の中洲へ墜落させる。怯える大虫の妖精に寄り添いながら、大虫の群れを待つナウシカだったが、トルメキア兵の攻撃により、怒りに我を忘れた、大虫たちは動きを止めず谷へと突き進んでいく。ナウシカは、飛行ガメのパイロットを銃で脅し、自分と、 大虫の妖精を群れの先に運んでおろすよう命じる。その頃、初めて風がやみ、不気味なまでの静けさと共に膠着状態が続いていた、風の谷では、ミトンの乗ったガンシップが降り立ち、大虫の襲来が知らされる。ほどなくして、大虫の群れが現れ、刻一刻と破滅の時が近づいてくる。クシャナは不完全な状態で、巨神兵を無理やり復活させ、 圧倒的な威力の光線によって、大虫たちを死滅させようと試みる。しかし、巨神兵の肉体は攻撃の反動に耐えきれる状態ではなく、二発の光線を放つとドロドロに、腐り落ちていった。絶望の最中、大虫の妖精とナウシカを乗せた飛行ガメが、大虫の群れの正面に現れ、二人を下ろして去っていく。静かな眼差しで大虫の群れを見つめるナウシカは、 大虫の妖精もろとも大虫の群れの突進を受けて弾き飛ばされてしまう。谷の民が立てこもっていた敗線が大虫たちの突進によって崩壊し始めたその時、大虫の目の攻撃色が静まり、次第に動きを止めてゆく。身をもって谷を守ったナウシカの姿に人々が泣き崩れる中、地に倒れたナウシカを囲うように集った大虫たちは触手を伸ばして彼女を支え、 宙に持ち上げてゆく。朝日が昇り風が吹き始める中、ナウシカは、意識を取り戻し、驚きと共に辺りを見回し下を見て、大虫の妖精の無事を確認し、大虫に感謝し、大虫たちの金の触手に支えられながら歩き出す。さながらその姿は青き衣の伝説を体現したかの、ようであった。谷に群れつどった、大虫たちは森へ帰っていった。クシャナは、 ナウシカと和解して、風の谷から去り、人々は焼き払われた森を取り戻すための植林に精を出し、アスベルはユッパと共に旅に出た。不快の奥底に落ちたナウシカのヘルメットの脇で、こぼれ落ちたチコの実の木の芽が芽吹いていた。映画の制作準備のため、原作漫画の連載はアニメージュ1983年6月号にて一時、中断された。 この時点では、単行本第3巻の初めの部分までが描かれていた。映画版では、単行本第2巻途中、大虫の群れが暴走するエピソードまでを扱い、設定や展開を脚色している。以下に原作と映画版の主な相違点を記す。登場人物に関しては、風の谷のナウシカの登場人物を参照。宮崎はアニメージュ編集部の依頼を受け、 同志1982年2月号から風の谷のナウシカの連載を開始したが11月にテレコムアニメーションフィルムを退社してフリーとなり一時ナウシカの漫画連載が唯一の仕事となるこの状況を知った小形秀夫編集長から同志主催のイベントアニメグランプリで上映する10分ほどの短編としてアニメ化することを提案され主人公 ナウシカの幼少期を描くプランを提示したが、結局実現しなかった。次に、OVA の企画が上がり、70分程度ならばと、受諾したが、採算が合わないという理由でこの件も消滅した。最後に、長編アニメ映画案が上がり、小形編集長が、徳間康義徳間書店社長から、共同出資するパートナー企業をつけることを条件に承諾を得た。当時、 徳馬グループ参加には映画会社の大映があったが、アニメへの理解とノウハウがなかったため制作に関わらず、徳馬書店自らが制作を行っている。条件だった共同出資者はテレビランド市で付き合いのあったバンダイが浮上するも、出資は実現せず、広告代理店大手の白報道の近藤、道尾社長と徳馬康吉がトップ会談で出資が決定。白鳳堂には、 宮崎の弟が務めていたことも幸いし、映画化と全国労働省公開が実現することになった。配給する東映にとっては当初マイナー作品の扱いで宣伝に熱が入ってなかったが、徳間康義が親しかった岡田茂社長にもっと力を入れてほしいと頼み、岡田が現場に尻を叩いた。公開前には徳間康義式のもと、 クマジャパンなども含めたグループ総動員で宣伝活動がなされた。宮崎はアニメーションにならない世界を描くつもりでナウシカを執筆しており実際に映画化が決まると困惑したという。それでもアニメーションをやるにはナウシカしかないって言うんだったらやってみようという思いで制作作業に取り組んだ。映画は1983年になって始動し同年5月プロデューサーに 高畑勲が選ばれる。長年、宮崎と仕事を組んできた仲間であり、宮崎の使命によるものだった。当初、自分はプロデューサー向きではないと渋ったものの、アニメージュの鈴木敏夫副編集長の説得により、受諾し、8月から作画に取りかかる。制作拠点となったのは、宮崎や高畑の東映動画時代の同僚である、原徹たちが運営し、 主に海外合作を手掛けていたトップクラフト。ここに宮崎らはフリーで参加するという形をとる。当初、宮崎らはテレコムアニメーションフィルムか日本アニメーションを制作母体とすることを考えていた。テレコムは長編アニメーション制作を目的に設立された会社でルパン三世かリオストロの城もここで制作された。宮崎や高畑は席を離れたとはいえ、 大塚康雄などかつての仲間たちも在籍している。宮崎の考える制作環境としては、うってつけだったが、同社はネモ、根も、にもの準備に忙しく、一部スタッフが、手伝い程度に参加するに止まった。鈴木によれば、宮崎、高畑コンビが在籍した会社はその後ダメになるという、通説のため、制作拠点探しは難航し、本作の成功後も状況は変わらなかったという。 自作、天空の白ラピュータでは、トップクラフトを改祖する形で、スタジオジブリを設立し、以降の宮崎と高畑の長編アニメーション映画を制作する拠点となった。本作には、それまで宮崎と付き合いのなかった、新しい顔ぶれのスタッフも多数参加している。宮崎や高畑が要求する高いレベルのスタッフが、トップクラフトないだけでは、不十分だったこともあり、 二人が過去に関係した人材のみならず、小形秀夫らアニメージ関係者も取材を通じて知った人材などをスカウトしてスタッフが集められた。本作で原画で参加したトップクラフトのアニメーターは4、5人程度で原画マンも動画として参加させるほどスタッフを淘汰していたという。作画監督はテレビ時代の投影動画の中心アニメーターである。 おプロダクションの小松原和夫。美術監督の中村光月は、神秘的な不快の背景制作を担当した。原画には、辰野ノコプロ系の中村隆や、金田パースという独特の作画で人気だった、金田一行、後に、新世紀エヴァンゲリオンで名を馳せる安野秀明などが集結している。金田は、宮崎アニメを支える有力スタッフとなり、1九9七年の、 もののけ姫まで連続して参加した。本作の制作協力を担った主なアニメ制作会社のうち、現在モ tv ビーアニメなどの制作に関わる会社は、動画工房、スタジオひばり、AIC、オープロダクションなどである。大虫の登場シーンでは、巨大さと重量感を表現するために、ハーモニー処理が用いられ、さらに大切な動きを再現するために、パーツを、 ゴムでつないで伸縮させる、ゴムマルチという方法で撮影している。大虫の鳴き声は当時ボーイに在籍していた、ホテイトモヤスによるギターの音が使われた。劇中の防毒マスク装着時の会話シーンの収録は、様々な試行錯誤の末、紙コップにゴムをつけた特製マスクを声優が装着して行われた。音楽は、後の宮崎作品にも関わっていく、被災史上が担当している。 当初、被災師は公開前年の1983年に映画に先行して発売された漫画版を元にしたイメージアルバムのみの担当で、映画の劇とも音楽は安田なるみの歌うシンボルテーマソングを作曲した細野晴臣が担当する予定であった。細野以外には坂本隆一、高橋裕二、林光らが候補だったという。しかし、宮崎と高畑が、 イメージアルバムを気に入ったため、被災氏が本編の音楽にも起用された。被災氏のイメージアルバムへの起用は、徳間グループ系列のレコード会社である、ジャパンレコードから過去にアルバムを出していたことから、関係者の推薦で、それまで宮崎も高畑も被災氏の予備知識は何もなかったという。最終的に映画の作曲者を決定した高畑は、起用の理由について、 イメージアルバムの内容に加え、被災士に音楽的素地に加え教養があることや、いろいろな曲を知っており、映画音楽として助かることなどを挙げていたという。本編のサウンドトラックは50名編成のオーケストラと、プロフェット5、リンドラム、MC-4、デラックス7などの機材を中心に、ケーナ、タブラ、ダルシマーなどの民族楽器を使用し制作された。 ナウシカレクイエムなどに使用されたフェアライト CMI は矢島県矢島牧夫妻がスタジオで所有していたものを借りて作られた。被災士はナウシカの仕事が終わるとすぐにフェアライトを注文した。当初、宮崎はブラジーミル・ビソツキーの大地の歌を主題歌に使用したいと考えていた。しかし、半券の問題で使用することができなかったため、 それなら自分たちで曲を作ろうと高畑、久石と三人で話し合い、歌手を呼びレコーディングを行ったがその楽曲は、お蔵入りとなり、エンドロールには、メインテーマ、風の伝説が使用された。映画で使われている、遠い日々は、当時4歳だった、久石の娘、舞が歌っている。1984年度のアニメグランプリ、日本アニメ大賞の作品部門を、ダブル受賞。 また、映画雑誌ではベストンに選出され、新聞のコラムでは女性権利の主張や自然との共生という視点を称賛されるなどアニメの枠を超える評価を受けた。国内外で複数の映画賞を受賞し、アニメーション作家としての宮崎駿の知名度を引き上げる作品となった。観客動員は約91万5000人、配給収入は約7.4億円。 当時のアニメ映画としては大ヒットとは言えず、この作品が多くの人に知られるには、翌年のテレビ放映以降まで待たねばならなかったが、その後のソフト販売、レンタルでは一般映画に並ぶ売り上げを記録した。オリコンランキングでは、1997年発売の VHS 版、2003年発売の DVD 版、2010年発売のブルーレイ版が、 各部門1位を獲得しており、史上初の同一作品による3部門制覇を成し遂げている。サウンドトラック、風の谷のナウシカ遥かな知恵は、オリコンアルバムチャートで、最高8位、安田なるみが歌うシンボルテーマソング、風の谷のナウシカは、同シングルチャートで、最高10位を記録した。宮崎は、工業的成功については、 物を作るチャンスがまた巡ってくるかもしれないと思って、本当にほっとしたんですよ。運が良かったと思ってと語っている。映画としては、原作漫画の途中までしか描かれていない不完全な作品とし、自身ではあまり評価していない。原作完結後の1997年に公開されたもののけ姫は、テーマが本作の延長線上にあり比較されることもある。 宮崎は映画のラストが予定調和であることを認めており、力が足りずにああせざるを得なかったと語っている。2時間では他の収め方がなく、ああいうものを作りたかったことも確かで、否定はしないけれど、クリスマスの奇跡映画のようなものを作ってしまったという、後ろめたさもあるという。映画の続編を作らない理由は、漫画で結論が出なかったのに、 映画になったらもっとわからないからだと説明している。2020年、新型コロナウイルスの流行によって、新作映画の供給が困難になったことを受け、同年6月26日から8月まで、全国の映画館で本作の再上映が行われた。本作の冒頭は、世界野生生物基金推薦という文字とロゴマークで、あるパンダが表示されているが、今回のリバイバル上映では、 トトロの描かれているブルースクリーンに差し替えられての上映となった。興業収入は7.3億円。前述のように、この作品の制作会社はトップクラフトであり、厳密に言えば、制作、公開後に設立されたスタジオジブリの作品ではない。しかし、金曜ロードショーにてテレビ放送される際には、冒頭でトトロの描かれているブルースクリーンが表示されているほか、 スタジオジブリが販売した VHS ビデオ、ジブリがいっぱい、コレクションシリーズにも含まれていることなどから、社会一般からもスタジオジブリ作品の一つとして幅広く認知されている。例として、もののけ姫が公開される際、テレビ CM において大々的に宣伝がなされたが、そのナレーションにおいて、風の谷のナウシカから13年という文句から始まっていたことから、 ジブリの歴史が当作を起点としていることが証明されている。また、2016年9月公開の、レッドタートルある島の物語の公開を記念して、過去の長編作品を劇場にて上映する企画がなされ、過去の作品の中から一作選んで投票する。総選挙が開催され、投票可能な該当作品の中にも当作が含まれている。以上のことから、 スタジオジブリ側も同社のシリーズ作品の一つとして公式に扱っている。アメリカでは、ウォリアーズ・オブ・ザ・ウィンドという絵題を付けられ、劇場公開された。これは、ロジャー・コーマンが創立したニューワールド・ピクチャーズ社の配給であり、不快の浄化作用などの設定やナウシカの過去に関する描写は省かれ、日本で116分だった、上映時間は95分に短縮されている。 またナウシカがザンドラ姫となっているなど、登場人物の名前も多くが改変されている。このバージョンを知らなかった宮崎は、朝日新聞1985年9月17日夕刊、今アニメの時代の連載3回目を読んで初めて知り、無断で改変されたことに激怒した。ウォリアーズ・オブ・ザ・ウィンドは、同年に VHS ビデオで発売されている。 その後南アメリカやヨーロッパに二次輸出され、アルゼンチン、イギリス、スペイン、フランス、ドイツなどで改編された内容のまま VHS がリリースされた。フランスでは VIP インターナショナルからレベイソファントームの台でブルーキッズビデオからラプリンセスデートアールの台で発売された。その後ディズニー配下のブエナビスタインターナショナルがビデオ配給の権利を得て、 改変が施されていないオリジナルバージョンが各国に配給されるようになった。後に2005年にナウシカの完全英語版が DVD で発売された。この英語版ではペジテ視長役でマーク・ハミルが出演している。ディズニー制作の英語版はアメリカで2017年にグキズとファゾムイベンツによってイベント上映され2019年にも字幕版と 合わせて751巻で劇場公開された。1986年の天空の城ラピュータ特別試写会の際、挨拶に立った制作者の徳間康義は、ナウシカの続編映画を依頼しているが、宮崎が期待に応えてくれないことを明かし、今後も会うたびにしつこく頼んだり手紙を出していくと、語った。 漫画作品の連載がクライマックスを迎えた1993年頃には映画会社内で続編が企画されていたが続編を作らない以降を貫く宮崎駿の反対により企画は立ち消えとなった。原画として参加した安野秀明は後に作中の登場人物区者名を主人公にした外伝を作りたいと申し出るが宮崎駿は安野の企画を 戦争国こをやりたいだけなのだとし、くだらない、最低のものになるのが決まっているからと却下していた。しかし2011年頃になって宮崎が、アニメ映画、風立ちぬ制作中に、体調不良で病院で検査することになり、その際に死を覚悟して、心変わりを起こす。安野が、風の谷のナウシカをやることを許す気になり、宮崎は、自分も亡くなった人の作品を原作にやりたいように、 やったのだから、あんのもやるのなら原作通りではなく好きなようにやることを希望した。自身で続編を制作することについては2013年9月の引退会見で明確に否定している。ここまでの出展、ここまでの出展、日本テレビでの初回放送は1985年4月6日、19時30分 -21 時50分に特別枠を設けて、 ノーカットで放送した。日本テレビ系列の金曜ロードショーでは、ほぼ2年に一度の割合で放送されており、放送回数は、当枠最多の15回を数える。2013年12月27日放送分では、石丸ひろやによる副音声による解説放送も行われた。劇場アニメ版とのタイアップとして、1984年に特馬書店から、 テクノポリスソフトのブランド名で当時の8ビットパソコン用にナウシカを素材としたコンピュータゲームが発売された。ナウシカのゲームがナウシカが不快の虫たちを撃ち殺してスコアを稼いでいくというものでこのゲームに宮崎や高畑が激怒したため以降の作品がゲーム化されなくなったという説があり宮崎駿がコンピューターゲーム嫌いになったのはこのゲームが 原因という記述が、伊坂十造の宮崎駿のすすめ。にもあるが、実際には、このような内容のゲームは存在しない。1987年に、徳馬書店、アニメージ文庫で、ゲームブック、巨神兵を倒せ、風の谷のナウシカより、が発売された。佃ホビーからは、風の谷のナウシカというボードを、シミュレーションゲームが発売されている。頭、どう 右腕、左腕、右足、左足、縦、手持ち武器はそれぞれ駒になっており、1対1の剣格闘で剣を振りかぶって切りつける、などの動作を再現している。ありがとうございます。